はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。丸神です。今回はまあ前回電脳バイオで購入したみたいな動画ね、まあ、ここら辺に多分リンク貼っておきますけど、それを動画撮ったと思うんですけど、まあ、今回はそちらの方で購入したものをまあ詳細紹介していきたいと思います。で、今回はまあおまけで購入してきたようなものですね。そちら3点の方を説明していきたいと思います。 3D 撮影可能ビデオカメラにつきましては次回ということでやっておきたいと思いますので、そちらを見たい方は次回お楽しみにしておいてください。はい、ということでまあ前回購入したものを簡単に説明していきます。はい、まずはですね、これからいくか。はい、じゃあブライトンネットの iPhone、iPod 用30ピン延長ケーブル BI-30PINCBL っていうやつをご紹介します。こちらですね、てっきり一つだけなのかと思ったら白と黒セットで来ました。こちら2つですね。こちら2つ来てこれで0円なので消費税もかからないということで完璧に0円です。まあ、こちらは確かね、なんか前回は9周年だから安かったみたいなことを言ったと思うんですけど、まあそれ間違いでした、すいません。そうじゃなくて、なんかセットで買うと0円っていうことだったらしいです。ここに書いてあるんですけど、2つともね、返品不可、メーカー保証なしっていうことで、まあそういうこともあるらしいです。まあ別に0円ですしね、別にもしジャンクだったとしてもこれ捨てるくらいだったら全然苦にならないのでいいかなと思います。はい、でこんな感じのものですね。まあ、自分も今よく見てないのでちょっと説明していきたいと思います。まあ、黒を見せながら説明していきます。30ピンケーブル for iPod っていうことで、こういうやつですね。iPod 用の AC アダプターなどに接続っていうことです。延長ケーブルで長さは 1m、 データ同期と充電が可能っていうところがポイントっぽいですね。で一応対応しているところは iPhone4、 iPod Touch、 Nanoの6世代っていう感じですね。まあ、今はライトニングケーブルかっていうちょっとちっちゃい感じの小型アダプターが使われてまして、まあ、自分が今使ってる iPod、まあ、一番最近のやつですね、まあ、そちらの方もそのライトニングコネクターになっちゃってるので、もうこれはあんまり使う機会も少なくなってきたかなと思うんですけど、どうにかして使っていけたらいいかなとは思ってます。でまあこんな感じです。でこれはなんか保証書がちゃんと入ってるっぽいですね。まあ、こんな感じです。まあ、未開封の状態で新品っていう感じがします。まあ、今回0円だったっていうのも、多分ね、このケーブル自体がもうそろそろ使われなくなってきてるので、まあ、多分0円だったんじゃないかなと思います。あとは延長ケーブルっていうんですけど、これを延長する機会ってなかなかないと思いますんで、まあ、そういう点かな。まあ、これはもう自分もあんまり使う機会ないので、これはどうしよう、もう、なんかいつかプレゼント企画にでもやろうかな、欲しい人いないと思うけど。まあそんな感じですね。次紹介します。次はですね、こちらは9周年の感謝特価アウトレットパッケージ汚れ熊崎エイム VA80 ハンディマッサージャーというやつです。こちらはですね、アウトレット品でパッケージがちょっと汚れてるらしいので安いっていうことらしいです。まあこんなもんです。ここに書いてあるんですけど、僕丸キュブルブル震えて光っちゃうっていうことで、ちょっとなんかよくわかんないんですけど、こんな感じのものらしいです。でハンディマッサージャーっていうんで、もっとちっこいのかなって思ってたんですけど、意外とでっかいです。こんな感じ、意外とでかいですね。でここの横にもブルピカ丸キュっていう感じで書いてあります。ここにもね、ここにも。でまあここら辺がちょっと折れてたりとか、まあ、あと少し箱が全体的に曇ってたりはするんですけど、別に特にそんなに汚ねえっていうことはないですね。で、こちらも返品不可、メーカー保証なしっていうことらしいです。使用ですね、電源は DC4.5V 単4乾電池3個らしいです。であと質量が 160g 括弧乾電池含まずってことですね。で付属品が単4乾電池3個っていうことなので、まあ、こちら価格が10円だったんですけど、この単4電池3個だけでもう元取れました。はい、ありがたいと思います。で色はですね、色不問だったんですけど青が届きました。まあ自分青は結構好きな色なのでいいかなと思います。ちょっと開けてみますか。開けてみるか、せっかくだしな。はいはい、ここにこんなんがあって、でまあこういう感じで、まあこれですね。電池はどこに入ってんの、電池中に入ってんのかな、電池が分かんないんだけど、おお電池入ってる、電池入ってる。もうこう押すとこうなります、こうなります。お、え、これってこういうことかな。あー、ハンディマッサージャーどこにやるんだろう、これ。なんか説明とかが何にも書いてないし、説明書も入ってないので、ちょっ
と使い方がよくわかんないんですけど、とりあえずここに電源のこのボタンがあってですね、ここを押すとこう青く光る、この色は多分その色によって違うんでしょうけど、今回は青ですね、まあ、こんな感じでブルーっとなります。すごい振動が来てなかなか面白いですね。こちらいいですね。うん、すごい使えそうです。まあなんだろう、もし自分使っていらなかったらあれかな、あの遅すぎる母の日のプレゼントかなんかでお母さんにでもあげたいと思います。いや、これ結構良かったな、うん、10円だったらね、いいよね、普通に。次ですね、もう時間結構経ってるけど、まあいいか。で、次がこれ今日の最後です、オリコのノートブッククーラーとなります。ここら辺にちょっとなんか明らかに、まあ、こうなんか表記がしてあるんですけど、多分中国製品かなんかだと思います。後ろもですね、こんな感じでめちゃくちゃなんか明らか中国っぽい感じで書かれてるので、まあ、多分そうなんだと思います。でちなみにですね、こちらの特徴といたしましては、ここに書いてある通りなんですけど、対象が13インチから15インチということで、まあ、自分が使っているのも14インチなんでいいかなと思います。あとはですね、クーラーこのファンがですね、ここら辺の穴のところでいろいろ変えられる、てか場所を変えられるらしいです。後ろにはいろいろその国ごとの表記が書いてあるんですけど、まあ、日本も一応書いてあります。まあ、でもなんかシール貼ってありますのでよくわかんないです。まあ、ここら辺に書いてあるんですけど、今見えるかな、ね、ここら辺で、あとはですね、ファンがでかいっていうことと静音効果があるっていうことと、超薄い設計らしいです。まああんまり信用ならないこと、ここを見ていただくと分かるんですけど、これ昔の Mac だよね、これね昔の Mac だよな、これ昔の MacBook Pro かなんかに似てるものなので、結構前の製品なんじゃないかな、これはね、もう今のやつ形じゃないから結構昔なと思います。まあ、こちらの方は普通に開けてみるか、こっち開けるか。こちらはね、まあ、なんか最終特価ってことで今もこの値段で普通に売られてますので、まあ、買おうと思えば多分買えるんじゃないかなと思います。まあ、この動画出してるのがいつだか分かんないですけど、はい、じゃあ開けてみました。ブチブチに包まれてますね。これか、これだけですね、中は。はい、でこんな感じとなってます。まあやっぱりなんか簡素ですね。こちら本体です。薄、極薄設計は伊達じゃないですね。これめっちゃ薄いです。薄いな。でここ足ですね。で足はゴム足がちょっとついてるので、ここら辺になので、まあ滑りにくそうな気はします。でここも全面ゴムですので、滑りにくいかなといった感じですね。まあ、結構高さありますので、これだけでも結構ノートパソコンの熱を押しできるかなと思います。まあ、ここら辺も網目状になってますので、ファンを塞ぐとかそういうことはないですね。付属品がここに入ってました。はい、付属品見ていきましょう。すいませんね、ちょっとマスクしてるとだんだんここら辺汗がね出てきて見えなくなってくるんですけど、まあ、頑張ります。と出てきたのがこれファンですね。ファンで、まあ、ファンの電源はここにある通り USB からっぽいです。ファンは2つついてますね。2つ、うん、で2つをこの1個の USB でやるらしいっていうかっぽいですね。ここにこんな感じでなってて、まあこれだけでも結構いいんじゃないかなと思いますね。自分が1回使ったことがあるノート PC のやつは、まあ、今実家の方にあるんですけど、まあ、それはねファンがちっこいファン1個しかついてなくて全然冷却性能なくて、しかもこんなに薄くもなかったので、今回の方が値段的にもいいんじゃないかなという感じはします。ここに保証書ですね。明らか中国の保証書があります。なんだこれは、保証書ですね。まあ使わないです。はい、はい、ということでこれで全部ですね。はい、ということで今回は電脳バイオで買ってきた安いものたちの方を紹介しました。まあ、今回一番良かったのはこれかな、うん、ハンディマッサージャーね、このブルブル光って光ブルブル震えて光っちゃうっていうこのマルキュー、これめちゃくちゃいいな、うん、ということで早速使っていきたいと思います。ということで次回はビデオカメラの方を紹介していきたいと思いますので、よろしければご覧くださいませ。ということで今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。丸神です。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方はこちらをクリックしていただけるとチャンネル登録ができますので、よろしければクリックお願いいたします。他にも各種 Twitter やニコニコ動画での動画投稿や生放送なども行っておりますので、よろしければそちらの方もよろしくお願いします。リンクはこちらの方に貼ってありますので、よろしければそちらの方もお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。それではさようなら。